弁当用意してますよ。第5、第6、第8区画でまた襲撃だ。これまでより攻勢が激しい。どうする、アスフィー。3箇所同時、敵の数は正体が少なく見積もっても8以上、味方は半分以下。指示をくれ。冒険者が足りない。私たちとあとは第3区画に駐留するバーベラに救援を。ダメだ。俺たちはともかくバーベラまで動かせば東の守りが薄くなる。穴が開けば敵は違う部隊を放り込んでくるぞ。それはではどうすれば。そちらはわしらが何とかする。配置は動かすな。どうせこれも嫌がらせの範疇じゃろう。エルカルム。それよりもヘルメスファミリアは神エレボス、ザルド、アルフィアの所在を探ってくれ。最優先でだ。敵の動向を知りたい。ああ、わかった。ペルセウス、動じるな。敵はわしらの緊張を維持しようとしておる。休ませぬよう、いつ攻めてくるかわからぬ恐怖で脅かすつもりだ。騒ぎさえ起こせればそれでいい。襲撃は常に小規模。団長ならば常に戦場を俯瞰する癖をつけろ。ファルガー、ダメです。やはり変わってください。私には団長なんて無理です。オスフィー、ずっと見当違いな指示ばかり。思考が全くまとまらない。震えで声が今にも上ずってしまいそうになる。これでは味方の足を引っ張ってしまう。あなたたちを殺してしまう。あっけなく死んでしまったリディスのように。私は聞け、アスフィー。俺はヘルメス様の言う通り、お前は団長向きだと思う。それはお前が誰よりも苦労人だからだ。何を言って。お前の苦労は今自分が何をしなければいけないのか分かってしまうからだ。正確に今を見極められるからだ。自信を持て。自分を否定するな。お前の状況を把握する能力はブレイバーにだって負けちゃいない。今日までのヘルメス様の無理難題を思い出せ。あれに比べれば今なんて口笛を吹きながら切り抜けられる。ファルガ、お前ならできる。俺には決してできないんだ。だからアスピー。依頼された敵の視界捜索と並行して廃墟から物資を確保します。食料、装備、何でもいい。アスフィー。敵は都市を包囲するため一度制圧したセントラルパーク以南から撤退した。繁華街を中心に物資の収集を。これが後の命綱になる。護衛は必須です。各隊、フォーマンセルでそれぞれの区画に散ってください。了解、みんなに伝える。ファルガ、乗せられてやりますよ、あなたたちの口車に。この戦いに勝利するために苦労人になってやります。ああ頼む、俺たちを導いてくれ団長。調子がいいんですから。自分が団長をやりたくないだけのくせに。バレたか。私はマジックアイテムを使って
単独で動きます。機動力はこちらの方が上です。あなたは船員と共に小隊を率いてください。ああ、任せろ。今私たちがやらなければならないことを、今自分ができることを。みんな行こう。負けさせないよ。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。止血を早く。服でも何でも構わない、清潔な布を用意して。アストレア様、おやめください。私なんかの血でお召し物が。あなたから流れる血と私の汗、あるいは涙は何が違うというの？それを拭うためならいくらでも私の服なんか使ってちょうだい。ああ、申し訳ありません。ありがとうございます。アストレア様。どうだった？アイテムとヒーラーの方は。包帯や消毒液はなんとか手に入りましたが、ポーションをはじめとしたアイテムは冒険者が優先され、ヒーラーは人手が足らず。ディアン・ケヒト様やミアハ様たちも力を貸してくれているんですが、このキャンプと同じような場所は他にもいくつもあって。そう、仕方ないという言葉は使いたくないけれど、受け入れなくてはならないわね。それならば刃物を貸してください。剣で構いません。3名ほど手足を切断します。体内に埋まった爆弾の破片のせいで毒が回りきってしまう。ヒーラーを待っていてはもう間に合わない。そんなできません。女神様にそのようなことをさせるなんて。私が女神であるかなど何も関係ありません。こんな細腕にもできることはある。それだけのことに過ぎない。あなたたちは患者の体を押さえていてください。歯の間にこれも噛ませて。ああ、やめてください女神様。嫌だ、嫌です。足を失うなんて。ごめんなさい。私はあなたの命を救うためあなたに過酷を強います。神様ならなぜそのお力を使ってくれないのですか。私の怪我もこんな戦いも神様なら。私がアルカナムを使いこの都市を救済してしまえば、すぐに別の神が危機として同じ力を持ち破壊を呼び戻す。そしてアルカナムの応酬が始まれば下界は取り返しのつかないことになる。あなたたちの物語ではなくなってしまう。そして何よりダンジョンは約束の時を待たず制約を破って。アストレア様、どうか耐えて。私もあなたたちから奪う血を決して忘れはしない。アストレア様、これを。体をどうか拭いてください。ごめんなさい、ありがとう。あなたは大丈夫？
私なんかアストレア様に比べれば何も。私はあなたのような気高い女神にはなれません。今からおかしなことを言うけれど、決して女神を神格化しないで。今の私たちが歌うべき正義は、苦悩する者のために戦うこと。そこに人も女神も関係ない。辛くても恥ずかしくても、あなたにもできる正義がある。それを忘れないで。アストレア様。はい。アストレア様、アリーゼたちはいますか？アスフィ？いえ、あの子たちは今出払っているけれど。敵の所在を探るため、あなたの眷属の力を借りたい。できれば、リオンの手を。彼女が私と最も連携できる。あの子は今、アリーゼたちの元からも離れてる。たくさんのもの、そして、アーディに死なれ、傷ついて。竜をお願いできる？カグヤとライラもあの子を探している。アリーゼたちの方は私が寄り添うから。わかりました。失礼します。ん？今の話、アーディって確か、あの時の、あのガキが、死んだ？苦しい時が続く。けれど、これを切り抜けなければ。音が聞こえる。音？一体何が聞こえるというのですか、我が主。あがく音だ。潰されまいと虫のようにもがき続ける。正義の音色。僕は冒険する。ああそうだ、これは悪に抗う者たちの音色。あれだけの絶望を味わっておきながら未だ折れない。さすがはオラリオ、約束の地。実にしぶとい。よく言うぜ。完全に息の根を止める追い打ちをしっかり用意しておいて、どの口がほざき上がる。アラクニア、バレッタ・グレーデ、勘違いするな、これは賛美だ。かつての守護者、最強の象徴が敵に回ってなお剣を離さぬ冒険者と、彼らを支えんとする全神道。星が消えた暗黒の空でなお光を求める者たち。これを英雄の都と言わずして何という？知るかよ！そんな英雄もどきでさえも、あんたの前では形なしだ。フィンもオッタルも神のシナリオの前では霞む！そのやべえほど鮮やかな手並みに、私たちもすっかりしびれちまったじゃねえか。神エレボス万歳！
万歳、どうか俺らの異国の救済を。ありがとう諸君。英雄たちの音色と比してまるで響かぬ君らの熱賛、確かに受け取った。ならばその起源は薪に変え、都を燃やす準備としよう。粛々と根節に誠意を持って、オラリオを地獄の釜に変える。何を悠長なことを。オラリオは弱っている。今こそ好機。傷が癒えぬうちに畳みかけるべきではないのか、神エレボス。流行るんじゃねえよオリバス。時間が経つほど虫けらどもが足を引っ張るって、あれだけ説明してやったろ。そうじゃなくとも計画の第二段階はもうすぐそこだろうか。それまで待てねえのか、クソ野郎。しかし我々にはオラリオ以外にも敵がいる。三大クエストの達成を望む世界はオラリオの崩壊を良しとしない。商人が味方についているとはいえ、それも一部だ。周辺諸国が援軍を出せば都市の包囲網を破られるやも。何のために都市の外で信者を増やしたとお思いですか。めぼしい他国他都市では今頃一斉蜂起が起きている。足元の舵を収集するのに精一杯。少なくとも強大な戦力を持つ世界勢力は動けません。私たちがオラリアにとどめを刺す方が早い。どいつもこいつも我が身大事ってことだ。機動力に長けたファミリアがいたとしてもせいぜいレベル2、その程度なら何も怖くねえ。しかも畳みかけるにしたってあの化け物どもの力が必須だろうか。極東でいう虎の意を狩る狐。いや、ブンブンうるせえハエだな、てめえは。バレた、貴様。オリバス、悪とは何だと思う。何？非道を尽くすことか、残虐であることか。俺は少し違うと思う。それは手段であり本質ではない。悪とは恨まれることだ。恨まれる。そして絶対の悪とはあらゆる存在を終わらせるものだ。生命も社会も文明も時間さえも、それまで積み上げてきた万物を全て無に帰すもの。断絶と根絶、あるいは存亡の天秤を笑いながら傾ける邪悪、それこそが絶対悪。徳を積もうとする善人のようにせこせこと小さな悪事を働くな。小市民の悪より悪の極致を歌え。なぜならこの俺がそれを宣言したからだ。やるならとことんだ。そしてとことんをするにはまだ時期じゃない。賢い諸君らには理解を求める。さて尾藤、友をしろ。外へ行く。まったく
本当に脈略がない。あなたの眷属でいることは実に疲れる。エレボス様よ、てめえの仕事は椅子の上でふんぞり返って今みてえにどいつもこいつもビビらせることだ。めんどくせえからじっとしててほしいんだが、どこへ行くつもりだ。男二人で小便だ。聞いてくれるなよレディ。さあビト、ツレションに行くぞ。ちっ、あの野郎もとことん食えねえ神だぜ。裸の王を気取るのは肩が凝るな、ビト。何を言っておられるのです。あれだけのことを巻き起こしておきながら、嫌味を通り越して背筋が寒くなります。自分のことを裸の王と勘違いしている暴君ほど、始末に悪いものはない。そうでしょう。ほう、面白い例えだ。今度、女と寝るときはそのネタを使おう。ベッドの上の暴君、これぞ、裸の王様。はははなんちゃって。はははは。うわ、つんまんねえ、この髪。なんて顔するなよ、我が眷属。俺の心が傷つくだろう。努力はしましょう。ところで、先ほどの虎の威を狩る話ではありませんが、暴食と静寂のお二人はどちらへ？さあな。何せ元の飼い主はあのゼウスとヘラだ。自由気ままに振る舞っているだろう。あなたが連れてきたのでしょうに。やはり神ほどいい加減な存在もいない。イビルス、それに邪神エレボス、ゾウエン、ゾウエンを呼ぶ。敵の視界がいるとブレイバーに伝えろ。おっと、出くわしたか。ビートを頼むぞ。俺はまだ散歩を楽しみたい。やれやれ、眷属使いも荒いときたなどと嘆く今更ですね。ご安心を、我が主。騒ぎなど起こしません。あなたも言った通り、すべてを無にきしましょう。気をつけろ。負けさせないよ。脆い、実に。やはりレベル2程度では壊れやすくてかないませんね。もう少し私の矛盾を受け止めてもらいたいのですが、弱者のいたぶりを嫌い、人が泣き叫ぶ声を好む、この私の矛盾を。相変わらず嬉しそうだな、ビト。おっと、はしたない姿を見せてしまいました。申し訳ありません、主よ。構わない。人を斬るとき、子供のようにキラキラ輝くお前の目、俺は嫌いじゃない。私は神々が嫌いです。このような不完全な箱庭を作りたもうたあなたたちが
私などという歌詞を生み出し、矛盾を抱える様を楽しんでいる頂上の存在そのものが。ですが、絶対悪を標榜し、この箱庭を壊さんとするあなただけは愛しく感じていますよ、神エレボス。よせ、俺は抱くなら女と決めている。そう、愛おしむなら気が強く誇り高く意志を貫く極上の女。そんな女の顔が絶望と涙で小娘のように歪むのが実に好きだ。実にそそられる。さて、どこにいる、リオ。君と僕の絆の勝利だぜ。気をつけて行ってきてください。あっ！アリーゼたちの元に戻らず、都市をさまよって。それでも義務のように、イビルスを斬り続け。敵はあとどれほどいる？いや、私は何をしている。あなた、あなた、しっかりして！大丈夫ですか？大丈夫じゃないわよ！わかるでしょ？どうしてもっと早く助けてくれなかったの？冒険者なんだから、こんな時くらいちゃんと守ってよ！もっとしっかりしてよ！怒りと非難、今日まで何度も目にして耳にした。どんなに身を粉にしても私たちを責める理不尽の眼差し、どんなに力を尽くしても苦しむことから逃れられない怨嗟の声、何よりどんな声も嗚咽を帯び、いかなる瞳も泣いている。ポーションです。これで治療を。感謝はされず罵倒される。見返りなんて何もいらないはずだったのに。無意識のうちに期待して裏切られることは、これほど虚しいものとは知らなかった。君たちの正義感が枯れるまでじゃないんだ。見返りを求めない奉仕ってさ、きついんだよ、すごく。俺から言わせればすごく不健全で歪だから心配になっちゃって。君たちが元気な今のうちはいいかもしれない。でももし疲れ果ててしまった時、本当に今と同じことが言える？富と名誉だけでなく、一時の感謝さえ求めていないというのなら、
君たちの言う正義とは真実。ただの孤独じゃないか。うるさい。うるさい！黙れ！あの神の言葉は、心を蝕む毒のようだ。ずっとついて離れず、今だってこうも胸の内をかき乱す。そして私も、だんだんとそれを否定できなくなっている。リオン！アンドロメダ。ようやく見つけました。リオン、力を貸してください。神エレボスを呼び、敵の所在をつかみたい。死壁周りに陣取り、自分たちの存在を主張していますが、敵幹部が潜んでいるのはおそらく地下。きっと、下水道を利用して。アンドロメダ、他を渡ってください。リオ！今の私では、無理だ。あなたの足を引っ張ってしまう。力にもなれず、守ることもできず、きっとあなたを見殺しにしてしまう。アーディのように。リオ、あなた、なんて目を。ダメです、リオ、腐らないでください。顔を上げて。あなたは、あなたたちだけはダメだ。アストレアファミリアが絶望に染まってはいけない。正義の名を持つあなたたちが悪に屈しては、オラリオはもう希望を信じられなくなる。うるさい、勝手なことを言うな。あなたに何がわかる。リオ、それにペルセウス、我らにあだなす上級冒険者の支給をあげよう。かかれ！アンドロメダ、もう放っておいてくれ。私にはもう戦うことしかできない。奴らを一人でも多く斬ることしか。リオ！行きますよ。気をつけるにゃ。参ります。頑張るにゃ。出たな。僕だって。ファイアボルト！うおー！補給？これだけか？すまない。武器の整備は鍛冶師たちにやらせる。どうかしのいでくれ。しのいでくれったって、装備やアイテムがこれじゃ連戦に耐えられるわけ。欲しがりはダメよ、ネーゼ。製品の心は正義の基本。ファミリアが小さかった頃の節約殺法を思い出すの。ダンジョンアタックで大赤字を喫して、草と塩のひどいスープをいいのよと微笑むアストレア様に7日7晩飲ませた時と比べれば、なんてことないわ。おい、よせ、やめろ。こんな時に私たちの黒歴史を掘り起こすな。そうね、あの時と比べれば私たちまだいけるわ。
いざとなればまたその辺に生えてる野草を食べてやります。畜生め、こうなったらやってやる。これでいいんだろ団長。ギルドからの報告で、分かっているだけでも死傷者が3万人を超えた。不眠不休の治療活動のせいでヒーラーまで倒れ始めていると聞く。状況は逼迫を通り越した。ブレイバーの指示により都市外縁部の守備を放棄、中央部に戦力と避難民を集中。一部のキャンプが要請に応じず、重苦しい定感が都市を覆い尽くそうとしている。このままじゃいけない。希望を示さなくちゃ。絶望を吹き飛ばす強き意志を。けれど誰もが声を上げられない。いつもやかましいこの口さえも。大丈夫ですか？スープ、いかがですか？疲れているようだったので。ああ、ごめんなさい。ありがたくいただいて。お？どうかしましたか？あなた。本当に人間？そんなこと、初めて言われました。私、モンスターなんかに見えますか？ああ、ごめんなさい。変なことを言ってしまって。よくわからないけど、そう思っちゃったの。悪かったわ。私、アリーゼ。あなたは？シルと言います。アリーザさん、もし何か悩みがあるなら私でよければ聞きますよ。というわけで団長も大変なのよ。他にも対外的なあれとかそれとかいっぱいあって、まだあるんですね。私、相談に乗るって言ったことを後悔してきました。せっかく出会ったんだもの。それに私が弱音を吐くのは貴重だから、ぜひ聞いていって。まとめると、アリーゼさんが今一番悩んでいるのは、仲間の方に正義についてどんな答えを出せばいいのかということですか？ええ。でもリオンへの答えだけじゃない。え？人々から、都市から、世界から、敵からも正義を問われている。あ、気のせいなんかじゃない。私たちが出す答えによって、絶望は絶望のままか、それとも希望に裏返るのか、決まる。私は、そう思ってしまった。アリーゼさん。私は、正義についてわからないし、アリーゼさんの悩みに答えることもできませんけど、今は、正義は見えなくなっているだけだと思います。見えなくなっているだけ？はい。暗い雲が空を覆って、
星が見つけられなくなるように、悪が正義の光を隠してしまっている。誰もが願う星の光は今だって空にあって輝き続けている。だからみんな見失っているだけ、なくなったわけじゃない。そうね、きっとそうだわ。アストレア様がここにいたら同じことを言ってくれると思う。リオンに会ったら聞かせてあげなきゃ。アリーゼさんはそのリオンさんが大好きなんですね。ねえ、とても大切な仲間よ。私なんかよりずっと真面目で高潔で眩しい。私はこれから何があってもリオンにだけは希望を失ってほしくない。やあ、リオン。と思ったら、別の眷属を引き当ててしまったか。まあいい。てめえ！邪神エレバス。今俺はリオンを探している。知っていたら教えてくれないか。迷える正義の使徒よ。君と僕の絆の勝利だぜ。お弁当用意してますよ。リオンの居場所知らねえな。私たちが聞きてえくらいだ。たとえ知っていたとしても答えるわけがない。よくも語ってくれたな、神エレン。語っていたつもりはないんだがな。ヘルメスの真似事をしていただけだ。しかしあれはあれで疲れる。初めて我が友を尊敬した。俺にはとてもではないが、道化など演じきれそうにない。それとも、エレンの方が好みだったか？やあやあ、辛辣な美少女たち。そんな怖い顔しないでおくれ。清く美しいアストレアの名が泣いてしまうよ。おい、神様よ。どうしてリオンを付け狙う？戦いを追っ始める前から、やたらと付きまとってたよな。神々の言う、ストーカーというものでございますか？ああ、全くいいご趣味で、ヘドが出てしまいそう。この変態め。猫のごとくじゃれるなよ、ヒューマン。男など漏れなく獣で、盗作している。生娘でいる間に覚えておけ。あ、こいつ。そしてパルーム、なぜリオンを付け狙うかだが、だってあれが一番純粋だろ。潔癖で無垢、お前たちの中でも紛れもない正義の卵だ。絶対の悪を提示され、あの娘がいかなる答えを出すのか、高額のためにも俺はそれを知りたい。今後のオラリオの行く末を見る占いのようなものだ。女も好きだろう、まじないの類い。我が出身ながら本当に趣味が悪い。
都市の代弁者を都市派もないエルフに押し付けようなど。だがそうだな、お前たちが俺の問いに答え満足させてくれるなら、リオンをおもちゃにするのはよそう。満足？問いとは何だ？正義とは？何だと？言葉通り、お前たちの正義とは何だ？述べよ。知れたこと。大義名分を得るための武器だ。言動の暴力を正当化するための色のない旗。そして最善を目指し摩耗していく過程そのものだ。失格。な、何を冷めたふりをしている？それは自分を偽るための鎧か？気取った真似をするお前が一番つまらない。お前の正義とは未練。現実に手ひどく裏切られたガキがそれでも手放せないでいる幻想だ。そして答えを出さないお前、会話を引き延ばし俺からわずかでも情報を引き出そうと考えている。お前の正義は毒と見せかけた知恵。無力を嘆き狡猾を己に課す弱者のあがき、あるいは劣等感を隠すための隠れ身か。お前にとっての正義とは。クソッ、誰が俺も勘でも見抜きやがって。これだから神は嫌なんだ。怒るなよ小娘、激毒をも飲む覚悟があれば未来の聖剣にでもなれるだろう。だがこれでクリティカルヒット、実に不完全で下界らしい。お前たちはまさに迷える子羊だ。そしてやはり俺を満足させるには至らない。予定通り正義の卵を食すとしよう。ソラ、クソイケメンお兄さんにいじめられましたとアストリアに泣きついてこい。みんなが見逃してる。自分で言うかよ、クソ神様。そそるだろ、抱いてやろうか。うじと寝た方がマシでございますね。やはり口が減らないな、正義の天才。しかしそろそろ飽きた。行かせてもらおう。敵の頭っつうごちそうが目の前にあんだ。たとえクソマスカろうと見逃すわけはねえな。神をほふる禁忌は犯せずとも、捕獲程度なら我々にも可能だ。貴様をアストレア様の手土産にし、この戦いを終わらせてやる。俺の慈悲を無駄にする。それがまた正義か。じゃあ我が眷属よ、俺が安全になるまで相手をしてやる。何度目のため息でしょうか。眷属こそ神の保護者なのではと考えさせられますね。さて、18階層以来ですね、お嬢さん。神に頭を痛めさせられる者同士、再び踊りましょうか。抜かしやがれ、今度こそ仕留めてやる。出やがったな。気をつけるにゃ。
行きますよ。気をつけるにゃ。出たな。蹴散らしてやりなさい。そんなものですか。前回の戦いから一人欠けたとはいえ、二人がかりでこの程度。アホ。ただの連携だ。調子乗ったバカに必殺を叩き込むためのな。なっ。居合の太刀一戦。剣が弾き飛ばされて、極道の技。オータも忌々しき家電の一刀よ。防いだことは褒めてやるが、終わりだ。やれやれ、すさまじい方々だ。ですが、主が安全になるまでという約束でしたので、私がお相手をするのはここまでです。騒がしい。決して途絶えることのない雑音め。お疲れ様です。やりましたね。